おい、学生さん、孤独だよ。堺です。堺、さりげりゃ。断るよ。こんなとこ来てもらっちゃ迷惑だって。そんなこと言ったって、うん、お寺から電話が。なんでその時断らなかったんだよ。だってそんな。じゃあ今向こうからこっち移動してきてんのか。あんな女したって茶なんか出すなよ。さくら、お前もヘラ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 笑顔なんか見せるな。ねえ、どうして。シャンプーしろ、シャンプーしろ。どうしてよ。どうしたもこしても決まってるじゃねえか。女だったらにこんな絵なんか描くやつにろくな女いねえんだよ。女むちゃくちゃ。昔からそういうことに相場決まってんだよ。いや、まあまあ落ち着いてください。黙れっつーの。いいか、俺はあの女したってな、この隙から一歩だって言えやしねえよ。俺はこう言ってやるんだよ。何が嫌だったってな、便所のナムキズと女のインテリぐらい嫌なものはねえんだよ。はっしゃすな。ここは大体てめえみたいな女の来るとこじゃねえんだよ。とっとと出てきやれ。さくら、塩持ってこいったらスッと塩持ってこい。間違えて味噌なんか持ってくるな。俺はその塩ガラッと掴んでない。やっぱり顔目開けて肌身でパン。あら、クマさん。いえ、トラです。あ、いけな、また間違えちゃった。律子さんは時々ここへ見えるんですか。お兄ちゃん。さくら、しばらくはおめえと会えねえかもしれねえが、たとえどんな遠くへ離れてもあんちゃんおめえたちの幸せを祈ってるよ。さくらさん、見たあの男。ええ、嫌なやつなの。もう大っ嫌い。あ、そうですか。おばちゃんよ。ああ、着いた。そうかい、ご苦労さん。じゃあ次にな、おしんこ切ってやってくれ。うん、そこの流しに出てるからよ。長旅から帰ってくると鮭の切り身かなんかでお茶漬けでサラサラっと食いてえもんな。うん、旅館の飯ってのは味気なくっていけねえよね。え、旅の途中は本当におしんこはいっぱい食いてえもんだ。努力の甲斐もなく今日も涙の今日も涙の日が落ちる、日が落ちる。